はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、この感じね、見てもらうと分かる方もいらっしゃると思うんですけれども、お仕上げにございます油そば満点東京さんにお邪魔しております。というのも、ここのお店ね、まあマックスさんとかいろんな方調整されてるんですけれども、満点新チャレンジというチャレンジメニューがあるんですよ。ルールの方が約 3.9 キロの油そばで、制限時間が45分、成功の場合ですと無料、失敗の場合ですと5000円のお支払い、もしくは SNS にね、あげてもいいよってことであれば半額の2500円のお支払いとなるそうです。今回はこちらのチャレンジを挑戦しに行きまして、最速がねマックスさんの11分57秒なんですけれども、せっかくチャレンジをしに来たので最速をね狙おうかなと思ってるんですが、昨晩家でねしゃぶしゃぶをしたら喉やっちゃいました。熱々のネギ飲み込んでめっちゃ喉やけどした。で今ね唾飲み込むのも痛いんですけど、ほんとね僕ネギだけはもう許さない、マジで痛い。ただまあそれなりにね治っては来ているので、早速をね目指してチャレンジをしていきたいと思います。ということで、メニューが到着するまで少々お待ちください。はい、ということで、ただいまメニューの方が到着いたしました。肉とか揚げ餃子とか、これ唐揚げなのかな、いろんなね具材が乗った油そばなんですけれども、正直動画で見てたよりもめっちゃでかく感じる。映像越しだとちょっとね小さく見えるかもしれないんですけど、実物はねマジででかいです。やばい。3、2、1、スタートです。はい、よいしょ、いただきます。いきます。やばい。具材からちょっと攻めていきます。唐揚げうまっ、うん、あ、うまっ。チャーシュー柔らか、うん、うまっ、うめっ。
これ辛い方めっちゃうまいっすね。うまいっすね。めちゃめちゃタイプですねこれ。めっちゃうまい。これ普通に食いたいっすね。並盛りで食いて。これ特製ラー油はなんかあの、はい、ホワジャオとか入ってる感じなんですか？あ、そうです。さすがですね。香りがもうすごいですね。これめっちゃうまい。これあの、しびれとかあんまりないんですけど、ホワジャオのいい香りするんで、これおすすめです。これめっちゃうまいですね。そうです。うちの系列の担当部屋があって、はい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 。そっちであの手作りしてるラー油なんで。このラー油めちゃめちゃうまいですね。ね。これラストの一口で、うん、あ、これうめえ、うん、ごちそうさまでした。うわー、ありがとうございます。タイムはね、もう楽しんじゃったんで。そうです、すごいこんな感じ。油そばってあのシンプルなお店で、まあ、あの卓上調味料を加えて完成するようなあの好みに合わせてやる油そばが多いと思うんですけど、こちらの満天東京さんの油そばはね、もうベースがもうとにかくうまい。麺も高杉のもちもちとしたやつで、すごいね、甘みとか香りも強いですし、これデフォですごいうまい。これ僕は卓上にある特製ラー油、これハマりました。でね、今回は普通の油そばプラスアルファであの辛い油そばもあって、それがね合わさったようなメニューになってるんですけれども、これ以外にもあの煮干しのね油そばとかもあるんで、ぜひね気になった方はこちらの満天東京さん食べに来てみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。